はい、皆さんこんばんは。ホットミナチャンネルパーソナリティの中谷美奈子です。今日も、カイロプラクティックのところからやっていきたいなと思います。皆さんはどうでしょうね。9月に入りましたけれども、これで9月に入って3週目かな。だんだん秋らしくなってきているのか、台風だけが秋らしい感じかなっていう感じかなと思いますけれども、まあそろそろ食欲の秋なのか、でもなんとなくちょっと、季節の変わり目でね、体調が悪いなみたいな人も、ちらほら出てきてるかなと思います、ね。秋はそうですね、お肌も誕生日を迎える頃ですので、角質ケアなんかもねしてもらったらいいかななんて思います。今日はですね、またちょっと初心に立ち返りまして、骨盤がね歪んでくるっていうのを皆さんすごく気にされてるんですけど、骨盤が歪むとどうしていかんのとか、姿勢が悪いとなんでいかんのみたいなことを、まあ、最近またちょくちょくご質問いただくようになりましたので、骨盤が歪むとどういうことになっていくのかね、そういったところからちょっとやっていきたいなと思います。じゃん、こんな感じでね準備してきましたね。ここのとこはね空欄になってますけれども、まずね骨盤が歪むとどうなるのかなっていうことで順番にいきます。骨盤のところがここにもありますけどね、骨盤のところが歪むと足の長さが違ったりとかしてきます。そうすると、背骨がね、歪むようになってきますので、その骨格だったり骨盤が歪みます。するとここの骨盤、背骨の間から出ている神経ね、見えますかね、神経ね、この黄色いの神経ですよ。時々ね小骨とか言われるんですけど、実はね神経のモデルになります。この神経の出てくる穴が狭くなってくるので、神経が圧迫されるようになりますね。圧迫されても感じない人もいるし、なんとなく違和感だなっていう人も見えたりとかします。そうですね、でもやっぱり、触れるなっていう神経でいくと、目の中に手が入っちゃった時とかってギュッてなって痛いなってなったりするじゃないですか。あれがね神経に直接触ってるような状態になるので、その時にはね神経が圧迫されてるってなるんですね。そうすると痛みもその場でもある人もあります、ね。で神経が圧迫されると、さっきね目の話でギュッてなりますよって言ったように、筋肉が硬くなってきます、ね。筋肉は硬くなります。筋肉の萎縮っていうのが起こってきます。筋肉って硬くなってくるとどうなるのかなって言ったら、筋肉の中って実はね血液、血管が通ってるんですね。そうすると血管が押しつぶされるよっていうことになるので、血行不良になってきますね。ここになってくるかな、よいしょ、見えるかな、血行不良が起こってきますよ。で血行不良が起こってくると、やっぱりその部分っていうのは、こっちですね、だるさが起こってきたりとか、痛みが出てきたりとかっていうことになってきます。このあたりでね、皆さんだいたいこのあたりで気づく感じになってきますね。でそれがひどくなると、しびれが出ます。しびれね、はい、正座しててもね、なんか痛いな、なんとなくなって思ってた後にビリビリビリってこうしびれたりするじゃないですかね。しびれがきます。でしびれよりひどいのは、じゃん、麻痺です。触っても感覚がないなとか、なんかわかんないなっていうの麻痺ですよね。なのでここまで行っちゃうと大重症っていう感じですね。しびれね。でしびれがある方っていうのは、しびれが取れてきてちょっと良くなってきたなっていう頃に、逆にだるさや痛みが出てくるよっていった方も見えたりとかしますね。皆さんこういうね症状が出た時ってどこ行かれますかね。はい、まあだいたいだるさ痛みとかね、こういうとこまで来たら病院とかに行かれたりとかする方が多いかな。で血行不良みたいなとこだと、そうですね、温泉に入ったりとか、お家でもねお風呂に入って温まったら楽になったようだったりとかね、はい、ちょっと運動してみたりとか、あとはそうですね、筋肉の萎縮みたいなのだと、あれですね、ストレッチをされる方とか、それからマッサージさんとかはね筋肉のプロですからね、筋肉に何かおかしいなっていうのがあれば、マッサージさんに行ってもらうのもいいかなと思ったりします。でもまあ筋肉が萎縮してるんだけれども、こっちの方が取れてないよっていう状態になってくると、またここがずれてるのでまた戻ってきちゃうんですね、こっちにね。うん、そうするとまたこっちに進んでいくよっていうことになります。なのでカイロプラクティックとかでいきますと、この骨盤や、背骨の歪みっていったとこから取っていきますよっていうことをしていきます。でちなみに、筋肉とかそういった部分だとだるさ痛みっていう方向に向かっていくんですけれども、実は神経っていうのはこれね全身に行ってるんです。
うん、なので今ここにはね骨と軟骨と神経のモデルしかないですけど、本当は人間の体って内臓があるじゃないですか、こういうとこにね。だから例えばこの、背中でも7番とか6番っていうような場所から出ている神経っていうのは胃の方に行っていたりとか、それから、そうですね、胸椎の2番のあたりから出ている神経っていうのは心臓の方に行っていたりとかします、ね、そうするとここのところで歪んでるよってなると、そういった臓器、ね、に、脳から来ている信号っていったものを臓器に送っていきます。人間ってね Wi-Fi でできてないんですよ、ね、有線なので脳のここにもありますけど、脳のところから、脊髄背骨の中を通って、全身に、有線ケーブルなんですよね。ここね撮影の場所もね有線ケーブルなものもあれば無線ケーブルなものもいっぱいあるんですけれども、人間もね Wi-Fi だったらね動き早くなるのかって言ったらそういうわけにはいかなくってね、誰のどういう電波でってことになっちゃいますけれども、まあ、有線なので、そういった形でね、だからその出てるその神経の何ですかコードといいますか、水道のホースみたいなのでいくとギュッて潰されちゃってるところの神経が通らなければそこが働かなくなっちゃうんですよね。何ていうかな、コードだったら接触が悪いみたいなね。うちも携帯の充電器ちょっといろんなのをちょっと共有してるので、ピッと入れた時に充電が早くいくものと、あれなんか充電マークでないなみたいなのがあったりとかするんですけど、そういうふうにね、うまくつながらないっていう状態が起こっちゃいます。ここにありますね。そういう状態が起こってくるとその臓器のここですね、機能が低下します、ね、機能が低下どうします？心臓で機能低下って言ったらどうなっちゃうんだろうね。ね、ドクンドクンお休みドクンみたいなね。だから胸椎の2番のところでずれてる人の中には、不整脈みたいなのが出る方も見えたりとか、そうですね、血圧が高くなっちゃう人がいたりとか、そんなのもあったりします、まあ、そういったものがだん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 最初のうちはね機能が悪いな、なんとなくちょっと働き悪いなから始まるんですけど、症状として出てきたりとかね、で症状として出てる時で病院に行かれたりとかすると、もうちょっと様子見ようかみたいな話になってるうちにだんだんと病気になってしまったりとかね、はい、なのでこういうところから病気の原因っていうのが始まってきたりします。ですので、まあ、まだ症状や病気として出てないよとか、病気ですって言われる前の症状だけだなっていう人の場合にはしっかりねこういったところのケアをしていただくのもいいかなと思います。問題はなんで骨盤が歪んじゃうのかなっていうところなんですけど、ここすごく大事なんですね。今ね空っぽになってたところなんですけど、ここのところは、そうですね、普段の皆さんの生活の中にあります。なのでよいしょ、ここの原因っていうのは今書きますよ。はい、原因はじゃんこれですね。見えるかな、細いな。生活習慣っていうことになりますね。普段の足を組んじゃうよとかね、前ダメポーズってやりましたね、足組んじゃうよだったりとか、ちびっこでもね椅子の座り方こんな丸くなって座っちゃダメよとかってやったんですけど、そんな普段の中から始まっていきますね。その、生活習慣のところに一文字つくだけでじゃん、生活習慣病っていうのが出てきます。だからここから始まってこういった経緯をたどっていってで、ほら病気っていったことになってくるんですね、はい、ですので皆さんねどういったところの、骨格が歪んでるかなとか、そういったところから、いろんな機能っていったものが、変わってきます。よいしょ。ですのでちょっとこれ細かいかな、ちょっと後でアップしてもらうんですけど、はい、腰痛やね肩こりだけじゃないですよってね、意外な、ものですね、調子が悪いなとかっていうものが変わってきたりとかします、カイロプラクティック受けていくと腰痛肩こりを取ってもらうためだけに来てたのに胃の調子が悪かったのが良くなったよとかね、よく女性で聞くのは、生理痛がなくなったようだったりとか、疲れ目してたのがしなくなってきたよみたいなものもあったりとかします、ね。こちらにねちょっとちっちゃく書いてあるんですけど見えますかね、背骨の歪みと病気の関係っていったものがありますね。解剖学でどこのところから出てる神経っていうのがどういった内臓に行くよっていうのが決まっているので、例えば第一頸椎とかがずれてると見えますかね、はい、カタカナとか一番見やすいかな、ヒステリーとかね、
うん、不眠症だったりとかそんな、症状が出やすくなったりとかめまいがありますよとかあります。でさっき話していた、胃腸のところであればね、第7頸椎ですよとか、それぞれねいろんな、症状だったりっていうのがあります。でまあカイロの先生のところに行っていただいたりしますとこういった表の中からもね、どんな症状があるのかなっていうのをチェックしてもらうと、あその部分からこういったあたりがずれてるのかなとか、じゃあこういったところがずれやすいから、どういうケアをしようかっていったことを教わったりとかしていきます。なので、出やすい症状のところから見ていくっていうのも一つだし、なんだかよくわかんないんだけどよく下痢をするんだよねみたいなね、この間さくらももこさん亡くなっちゃいましたけどね、ちびまる子ちゃんとかに出てくるよくなんだかわかんないけどお腹痛くなっちゃうっていう子とかはね、いやちょっと骨盤か腰が悪いななんて私は思ってるんですけど、そういったところをね調整してあげていくとそういうものが、起きなくなってきたりとかそんなこともありますね。ですので皆さんもなんだかよくしょっちゅうなるなっていうような、症状、私は胃が弱い人だなっていうようなことを思った時にはひょっとしたら背骨ずれてるかもしれませんね。ですのでぜひねお近くのカイロの先生のところへ行ってチェックしてみてもらってくださいね。ぜひねこういった形での、骨盤、骨格ケアからの皆さんの健康管理もしていっていただけたらなと思います。今日はね、最初の頃にもこれ話したかもしれませんけども、もう一度振り返って、やってみました。ぜひね、お家でも皆さんと話してみてくださいね。はい、それでは今週はここまでとします。それではまた来週お会いしましょう。